こんにちは、はんなりビューティーチャンネルです。今回は最近おうち時間で需要が高まっているジュースクレンズについてお話ししていきます。ジュースクレンズって、おしゃれなボトルに入った高いジュースですよね。そうですね。間違いではないんですけど、高いのにもちゃんと理由があるので、そこも今日はお話ししていきます。はい。モデルとかインスタグラマーの方がよく飲んでいる印象があるんですが、私たちにも縁があるものなんですか？はい。これなんですけれども、例えば食生活が乱れていたりとか、あと食べ過ぎちゃった、暴飲暴食しちゃった、なんていう時にすごくぴったりなので、割と誰でも取り入れていただきやすいです。暴飲暴食は結構頻繁にするので、むしろ縁しか感じなさそうですね。もうぜひぜひそういう方には、もうおしゃれなだけではなくて、体にとってもいいジュースクレンズ試していただきたいので、早速見ていきたいなと思います。はい。ハンナリー。はい、そもそもジュースクレンズってファスティングの一つですよね。そうですね、ファスティングの一種で、一定期間固形物を取らずに消化器官を休めてあげるというプログラムです。通常のファスティングとは何が違うんですか？通常のファスティングというのが、大体は水と酵素ドリンクで行うんですけれども、コールドプレスジュース、こちら名前の通りジュースなので、味わいながら楽しみながら行うことが可能と人気なんです。美味しいジュースを飲みながら行えるのであれば、確かにこう辛さも軽減されますよね。そうですよね。もうやはり一定期間固形物を取らないっていうのは結構ね、しんどいことだと思うので、そうですね。もう初めてファスティングを行うという方も割とこうハードルが下がりやすいので、挑戦していただきやすいというのも魅力の一つになっています。その原理で考えれば、飲み物は市販の野菜ジュースでもいい気がするんですが、コールドプレスジュースでわざわざ行う理由って何かあるんですか？はい、もちろんございます。はい、これなんですが、基本的に野菜とか果物、こちらは熱を加えてしまうと栄養素が壊れてしまうことが多いんですね。なので市販のジュースというのは、作る途中で加熱処理が加えられていたりとか、あと最近ちょっと裏を見ていただくと、裏面に食品添加物の名前、あと香料なんかも含まれているので、ジュースクレンズには向かないと言われているんです。ああ、なるほど。ではスムージーはどうですか？スムージーも同じようなジャンルで、体にいいイメージがあるんですけれども。そうですよね。最近スムージーもよく聞きますもんね。スムージーも新鮮な果物とか野菜を使うので、そこは一緒なんですけれども、ミキサーやブレンダーを使用するので、あれってこう作ってる途中で刃が高速で回転することによって、こう刻んでくれると思うんですが、ああして作ることで熱が発生してしまうことが多いんです。ではミキサーやブレンダーがダメとなると、コールドプレスジュースはどうやって作られているんですか？ここなんですが、コールドプレスジュース、ゆっくりと圧をかけて絞ることで作られているんです。絞るんですか？絞るんです作るのにものすごく時間がかかりそうですね。時間がかかる上に食材の水分のみで作るので、一般的な500ミリのジュースありますよね。このぐらいのね、あれを作るのになんと1キロから 1.5 キロの食材を使ってるんです。1キロから 1.5 キロですか？はい。そりゃ高級ジュースにもなりますよねそうなんですよ。なので初めに出てきたお値段のこと、高い理由っていうのも分かっていただけたかなと思うんですけれども、コールドプレスジュース、機械があれば自宅でも作れるんですが、手間と材料費っていうのも大変ですよね。そうですね。コールドプレスジュースに栄養がたくさん入っているというのは分かったんですが、でもそれだけでは高いコールドプレスジュースを購入する動機としては薄いような気がします実はなんですが、コールドプレスジュース、もう一つ大切なメリットがあるんです。そうなんですか？早く教えてくださいよではここからはもう一つのメリットもお話ししていきたいと思います。コールドプレスジュース、食材を絞って作るので、食物繊維が含まれていないんです。食物繊維って腸にもいいって言われてますよね。最近よく言われますよね。なのでむしろ入ってた方がいいんじゃないですか？そうなんですよ。普段のお食事では入っていた方がいいんですが、今回食物繊維が入っていないことによって、消化にエネルギーを使う必要がなくなって、その分浮いたエネルギーをデトックスとか体の再生に回すことができるんです。ということは、暴飲暴食が続いているときは、消化にばかりエネルギーを使ってしまうので、
老廃物が体にどん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 溜まっているような状態っていうことですかね。そう、まさに裏を返せばそういうことになりますね。なんと恐ろしいですね。そうなんです。もう考えるだけでゾッとしますね。もう考えたくもない状況ですもんね。そうですね。美味しいものが溢れてる現代こそ、たまにはジュースクレンズで体を休めてあげることも必要ということかもしれません。今のお話を聞いていて、なぜこんなにジュースクレンズが流行っているのかが少しずつですが見えてきました。ハンダリー。はい、ということで今回はジュースクレンズについてお話をしていきました。はい、ジュースクレンズは体に必要な栄養を美味しく取れて、なおかつ消化にエネルギーを使わないので臓器を休めることができるというメリットが盛りだくさんのものでしたね。はい、まさにメリットものすごくたくさんあったので、はい、興味が湧いた方実際によければ行ってみてください。はい、はい、次回の動画ではジュースクレンズを行うことで得られる効果というところを詳しくお話ししていきます。どんないい効果があるのか楽しみです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。